雪解けが待ち遠しい中、空知の長沼町の牧場では羊のベビーラッシュの季節を迎えています。お母さんにくっついて甘える子羊たち。長沼町のハイジ牧場では先月下旬から羊のベビーラッシュが始まり、これまでにおよそ50頭が新たに仲間入りしました。お母さんがしっかり見守るこちらの子は前の日に生まれたばかりです。牧場は来月9日の一部オープンを目指して除雪に忙しい毎日ですが、先月生まれた子羊たちは早くも親から離れてオープンに備えています。可愛い子羊にミルクをあげる体験とかもできますので、ぜひ可愛らしい命を間近でご覧いただいて楽しんでいただけたらなと思います。ハイジ牧場の羊のベビーラッシュは今月いっぱい続くということです。